お待たせしました。第2試合選手入場。ポンチャには U-NEXT パイレーツ小林豪、優勝の次には連覇を目指す、終わりのない挑戦の日々、より良い内容と結果を求め、完全優勝を果たした昨年の自分たちさえ超えていこう。なんちゃにはチームライデン黒沢咲、勝負の中に身を置きながら常に微笑みを絶やさないヴィーナス、弩級の雷雲を引き連れてこの卓上に最高級の勝負を描き出そう。シャーチャには渋谷アベマズ大井高春、この男は常に M リーグ全体のことを思い続けている。ヒールになりうる強豪チームの長でもあれ、勝つことでのフィールドを引き上げろ。弊社には EX 風林火山勝俣健二、絶え間なく磨き続けてきた高い技術、軍師がいれば赤い城は崩れぬ、この男の背中には絶対的な信頼が寄せられています。よろしくお願いします。風林火山ってこうキーマンがいるんですよ、うん、昨年からね二階堂亜紀さん、今年が松笠さんのキーマンだったんですけど、うん、僕ね、監督はね、勝俣をキーマンにすることはないと思うんですよ。どうしてですか？要はもう、君は勝つ人だからいいと計算なんですよ、もういわゆる今年何勝する人みたいな、うんうん、はい、もう仕事が、ま、あるので、まあ、確かに安定してね、勝ってますからね。そうそうそう、ね、うん、だからキーマンってこうある意味こうチームの活性化だったりとか、うん、ムードだとか、なんかそういうところも求められてる部分あると思うんですけど、この人は別にそういうことをする必要ないと。すごい信頼感。ああ、そうそうそう、僕はそう思いますね。主張の一つかもしれないですかね。そうですね。面白い判断ですね。うん、親のポンなんですが、これ関三馬を、ね、内側から立ち払ってるんで若干信頼度も高そうに見える。まあそう、早いは早いそうなんですけど、うん、どっちかありそうですよね。打点は分かんないですよね。分かんない、分かんない、全く、うん、高い、答えは高い、はい、全然ね、中間打点出てきてもおかしくないですけどね。小林としてはこの絵落としたいけど、ドラの下浮いちゃってるんですよね。一番左に設置してあって、もうあんまり捨てる気ないっすみたいな。これね、4-2って切った人にシャーポンって言われる、ドラのシャーポンされたらもうエンド、はい、エンドですね。なぜですか？でもターツドラドラって絶対上がりたい手なんですよ、うん、でその人が換算マンを払って、はい、これ動くとシャーじゃない？パーマンもありませんか、天敗大敗までか。要するにもうメンツが足りてますよってことなんで、はい、まあ、まだ切らない。ポンは下チーソー、チーマン使いにくいのチーマンの方なんで、まさかのウーピンローピン、チーソー、いやチーソーですよね。チ ー, ー、うん、チーマンの方が盲点ですよね。うん、ポン、あー狙い通りだ、完璧。さあ、大井天敗スチーピンです。これは先ほどの換算マンを払ってるところから考えると、どういうことが想像されるんですか？これは両面の天敗、両面の天敗、ね、トイトイにしてはおかしいんですね、はい、チーソーのトイツ落とししてますから、はい、大井だったら両面天敗で、しかも安くないですねこれね。シャー2枚にやっぱり見えるだろうな。ああそうですか。うん、トイトイを天敗してるとすると、はい、
チートイツのテンパイから発信したことになりますね。そこから手出し入ってないんで、6トイツから、ね、チーソー2枚ありますから、はい、例えばシャンポン待ちでテンパイしてるとすると、うん、まあその見えない4枚が2トイツあって、はい、で風呂が3トイツある、はい、でチーソーで6トイツ目なんで、ね、うん、チートイツのリャンマン短期のチートイツのテンパイからシャンポンしてることになるんで、はい、うん、トイトイはないでしょうって思いますね。で、地層2枚来てるからトイトイの短期待ちもないですね、うん、ってことはあ、もう両面待ちで、はい、かつ高い手だからシャーシャーの赤またぎまで見えそうだなってことはサブロピンスチーピンでね、うん、赤がでもこれ持ってない人結構いるんですよ、うん、まあ、実際あの赤ウーソーも、うん、赤ウーマも見えてないんで、まあまあ、あでもマンズの両面待ちもないのか、赤マタギは今のでなくなってるね。数万切ってることによって、うん、赤ウーマンのマタギはないでしょう、ね、あれ赤ウーソのマタギもないじゃないですか。そうそう、だからサンズチーソー切ってるから、はい、やっぱり赤ウーピンのマタギに見えますよね。シャーがドイツだったら、あ、赤ウーマンが見えます。サブローピンスッチーピン、まさにその一つ、スッチーピン。ただこれ5枚あるんで、相手降りてくれて全然大丈夫だっていう枚数あります。これのね、勝俣さんとか読みを入れてね、押すんですよ、ね、いや、あのパーピンねっていうことですよね。押すある、うんうん、パーピンで当たるなら5567みたいな、うん、あ、それもねえのかな、シングルなウッパーピンか。チソトイツ落としでそれがないんです。ドラドラのウッパーピンはあるか。ドラドラのウッパーピン、まあ、一応ありますね、まあ、ありますね、はい。だから最悪なのでもゴッパでしょそれ言った。でも自分もサブローピンってそう強くないってことでしょ、裏を返せば。そういうことですね。さあサブローピンテンパイだ。でもこれ結構薄いよ、結構薄い。3ピン0じゃないかな、ローピンも0。これ1枚しかない、1対5。でもこの1でかわせたら、この1でもスッチーピン薄のところで、いや、そうなんですよ。勝松さんがね、どこまでこれですよ。これがね、勝松さん。いや、もうめちゃくちゃこれ読むんですよ。もう三風呂って、あー読んでるね。実打ったね。一万二千。春ドラドラ赤一万二千。勝松の脳裏には今何が描かれていたか。ここで大井が浮上、3万点超えてくる。いや、今年はね、どうやらね、登板数を増やすというふうにもう明言してるようなので、うん、去年全然働いてないですからね、この人。全然